どうも、ワロンザーマスです。本日はですね、みんな大好き、阪急梅田駅の屋上駐車場に来ております。本日残念ながら大雨なんですね、大阪ね。なので、教習揚陸艦ハイエース君が大活躍しておる、こんにちはございます。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。今回はですね、W201 のメルセデスについてなんですけども、もう柳瀬さんとの打ち合わせが終わりましてですね、やっと整備の方、もう実は入り始めたんですね。で、その前に打ち合わせで機関面、要するに車検に関わる問題、エンジンに関すること、走行上の問題があるところ、経年劣化とか部品が足りないよとか、そろそろ変えた方がいいですよねって言ったら、もう全て変えてくれとお願いしたんですね。はい。向こうの方も124の時また笑ってて、行きますね。だからまあ、後々問題が起こるところも一緒に手を入れようっていうことで、まあ、過剰整備を行うっていう条件でさっき出したんです。で、見積もり戻ってまいりまして、一応予算ね、車体がだいたい約85万円で手に入れてますので、整備費も85万でしたよね。これは最大予算ということになるんですけども、それ実は超えそうな勢いだったんですよ。で、それは全部をトータルするとそのぐらいかかってしまうんですけども、今回は1年点検と車の整備、要するに走行上問題が絶対ないよっていうところは徹底的に手抜かず整備して、あとは第2段階の整備に移させてもらって、今いろんなところを当たりながら、もしくは DIY でできるものは DIY できる、もしくは海外製品ですね、純正品で全部やっていただくのは柳瀬さんなんですけども、例えばウッドパネルをね、新品から十何万なんですよ。で、それを、まあ、中古で傷が全くないよねっていうぐらいのものを探して、それを3枚に抑えていくとかですね、ちょっと工夫が必要になってまいりました。だからね、お金を湯水のように使うことが、ネオクラシックは復活でベストではないので、今回はその予算85万円をどう割り振ってですね、外装も内装も、そして機関面も直していくのかといったことを、ご紹介できればと思います。まあ、できる限り私が努力するということになってしまいました。はい、そういうわけですね、今回の動画の方スタートします。どうぞ最後までご覧ください。どうも。はい、それではですね、早速190手を入れていきたいと思います。まずですね、お話最初にさせていただいたように、柳瀬さんで全ての見積もり出させていただいて、例えば今映ってる中央の吹き出し口ありますよね、エアダクトのとこ、あれ新品がなんとドイツ本国にありました。この右側もありました。この右側の吹き出し口。これ上のパネルも一緒にセットなんですけども、素晴らしいですね。実はあったんですね。今これね、浮いてるよねって、これをまあ外すってことになるんですけども、その前にですね、グローブボックスのガタ付きですね、こちらはネジの締め回しやり直しただけでうまくいきました。ですので、タダでいけたというわけですね。まあ今回はですね、予算85万円が最大整備料になりますので、まあ、無料でできる自分の DIY を多く取り入れてですね。で、柳瀬さんには機関整備をもう重点的にやっていただくということで予算の配分を振り分けました。で、内装の方も走行上今時点で支障がないものになるので、手に入る新品のもの、それを手に入れた上でですね、あとは、一旦離れてですね、柳瀬さんから。で、内装の専門のリペア屋さんであったりとか、外装専門のリペア屋さんは、アルファロメオ 155V6 とかでも使ってるお店が何個もありますので、そちらの方と打ち合わせをしながらですね、まあ、予算に応じた整備の方に切り替えてですね、とにかく機関面、特にブッシュ周り、ダンパー、ゴム、ね、この他、電球1個に至るまでですね、柳瀬さんにもう、ほとんどの予算をつぎ込むような、はい、そういう形でいきたいと思います。で、実際ですね、内装のパネル、ドイツ、イタリア、アメリカにもあったんですけども、4枚セット、ドア4枚セットで約10万円ぐらいであったんですね。まあでもこれはもう純正のデッドストックを持っている会社さんが出しているもので、まあ輸入であと3万、4万乗っかって14万ぐらいで多分手元に届くんですけども、まあそこに、まあ新品でわざわざ入れ替えなくてもリペアできるものであれば、リペアに切り替えてね、純正機種を活かすという方法もありますし、まあそういったところでですね、でまず今回のこの車について機関面をバッチリに直しておくと、まあ、そこをメインと考えております。ですので、こうやって DIY を多様化してですね、私自身が皆さんにとって1円でも下がるように協力させていただきたいと思います。はい、ネジの締め増しでうまくいきました。ガタつきがなくなりました。で、次、ボンネットインシュレーターですね。これは純正部品の方を買わせていただきました。で、これを柳瀬さんにお願いすると、工賃が約3万。で、部品代合わせて5万ぐらいになってしまうんですね。でも自分でやったら部品代だけなんで、あとはこの、糊ですね。まあ、接着剤。こう2種類使うんです。スプレー缶型の 3M のやつと、それとは別にボンドですね。このボディにまず最初、インシュレーターを貼り付けるものをですね。で、その両方を使ってやるんですけども、これね、ぶっちゃけますけど、その3万円の工賃の価値あります。はい、僕今一生懸命一人でやって、まず埃が舞うし、で次にですね、この取るのは簡単なんです。この後今黒ずみで残ってるとかあるでしょう。あれも糊なんですね。で、この糊を地道に取るのに、正直言いますけど4時間かかりました。はい。脱脂する前ですよ。これを剥がし続ける。これね、手でもね、ピリピリって剥がれるんですけど、手でやってたら、要はシールが1メーター四方貼られてるようなもんなので、はい。まあ皆さんがね、例えばどっかにステッカーを貼ってですね、それが少しピリって切れたとしますよね。あれをこう、爪でゲジゲジずーっと永遠にやり続けるのか、外でってなったら、やっぱいいってなるでしょ。ね。ですので、これはね、もし、ご予算持てる方いらっしゃったら、ご自身でやるっていうのも立派な DIY にはなるんですけども、これこそ任せた方がいいんじゃないっていうぐらい僕やってて半分後悔しております。で、実際ですね、これは綺麗に剥がさないとですね、次のせっかく新品でつけるボンネットインシュレーターがしっかりはまらないということになってしまうので、接着面、より綺麗にするために、これ手でね、地道に取れるとか取っていくと。こう簡単にこれ取れるとか取れるんですよ。で、ボンドで貼ってる部分だけ引っかかるんですね。はい。で、そこも、こう、ゲジゲジずっとやると。はい。もうこれかなり過酷な作業でございました。あれは削っていくわけですよ。もう頑張ってね、これ何回やるのって言ってね。後でですね、下にブルーシートを引いて、そのエンジンの中にこのゴミが入らないにはしてあるので、まあ、どのぐらいのゴミが出るのかって後で見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、これだけ3時間映しても仕方がないですから、参りますけども、失礼しました。はい。まあ、こんな感じでね、こうずーっと地道にこう青いボディが見えるまでもうこすって、これゴムヘラなんでね、大丈夫なんで、それ削っては手でやって、手でやっては削って、これを地道にこう繰り返してね、こう綺麗なボディになっていくということでございます。これで経費の方が大きく削減できました。こんなんなるんですよ。エンジンの上にこうブルーシート山盛りの埃みたいなね。まず第一整備ですよね。まだこれをまたね、ゲジゲジ取っていくんですよ。まあ過酷でございます。しかしながらね、これは私の方でやってない、ほぼボランティアの額でいけますから、これで、設備費をね、少しでも整備費を稼いでですね、家主さんに持っていくということでございます。はい、しっかり貼り終わりました。美しい。これ、綺麗ですよね。やっぱり新品は言うことなし、純正部品でございます。どうぞご安心ください。これでしばらくの間大丈夫でしょう。でも、このね、新品の形だから、ああいうボロボロになるっていうのもよくわかりました、逆に。これね、アルミとかじゃないんですね。純粋になんかスポンジみたいなんですね。ですから、こう貼って、熱害とか古くなって経年劣化がボロボロボロ落ちていくと。まあ、そこまでなるっていうことなので、交換部品となります。はい、掃除も終わって綺麗になったと。いうことで、次の作業に入りたいと思います。とにかくね、家主さんの手を煩わせずにですね、まあ、工賃を自分で代わりに体で払うという形を、やっておるんですけども、はい、パネルの方もね、綺麗に剥がして、内張りすごい良かったんですよ、これ貼ってて。はい、ほら、こういうね、両面テーブル、しかも本物の木でした。うわ、びっくりしましたね。めちゃくちゃ高かったんですよ、eBay で見たら。これ1個で1万なんぼするようなやつを立派につけておられたんですけども、今回私のわがままでですね、純正に戻していくという作業をさせていただきました。これ結構ね、立派だったんですよ。本当に驚きですね。手抜いてない、いいものをお使いだったんですね、前のオーナー様も。はい。で、あとですね、これサイズをぴったり測りました。このタイプ、輸入したんですけども、これで、ね、はめるとですよ、見てくださいね。この隙間。これ8センチだったんですよ。で、8センチに合うドリンクホルダーって日本はなかったんですけども、これぴったりはまるなんですね。だからこれでスタバのコーヒーを受けますよ。うぐらつかないんです。ぴったりはまりました。はい。もちろんテープも使いません。いらなかったら捨てちゃってくださいということでございます。次に車検証ですね。この時代の車検証ってね、少し小さめなんですね。少し、こう、車検証そのまま A4 サイズで入らないタイプなんですけども、これをわざわざ、ヤフオクで購入いたしました。メルセデス・ベンツ日本株式会社というね、こう古いやつですね。それはなんでかというと、この車載の純正の、整備費キットのこの、なんていうんですか、入れ物、これクリアファイルみたいになってるけど、メルセデスのマークがちゃんと入ってるんですよ。で、これに入るぴったりサイズなんですね。ほら。昔はこんなんやったんですね。で、次、純正機のカバーですね。これももう欠品でございます。で、前のね、124、これ前の124新品を輸入したんですけども、今その新品も見つからなくて、結果、うちのスタッフさんに頼んだら、メルカリに出てますってね、慌てて中古のやつを買わせていただきました。はい、交換した。見てください。これね、えらいボロボロなんてしぼんでしもうてるんですけど、それだけ大事に使われていた証拠でございます。はい、次はね、実際の車両の音を少し聞いてみてください。はい、これで写真を撮ったんですね。晴天の良い日の、納車でございました。ね、次どうやって帰ってくるのか、一体何を整備したのか、1年点検とそれにおけるエンジンやその他機関面の整備を 90% 以上重きを置いてね、やっております。中にはドイツの本国から届くものもあるので少し遅くなるんですけども、次の出発をぜひ楽しみにしておいてください。それではまとめに入ります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。私もね、今日は日曜日で、ちょっとね、総会の方ですね、年次総会の方参加していたので、こんなスーツの格好で、来てるんですけど、この後で、ね、今4時40分で6時半に現場があるんですけど、ちょっと時間があるので、この僕の大好きな阪急梅田駅ですね、この屋上駐車場からお送りしてですね、この後インディアンカレーを5分食べて帰るとですね、インディアンカレーらしいですよ大好物、梅田来たら絶対食べてます。それから畜養っていうのも大事ね。はい、それを置いといてですね、今回のメルセデスなんですけども、ちょこっとだけ柳瀬さんからの整備もしくはその見積もり指標についてお話します。まずエンジン周り、エンジン自体は健康でした。良かったねと、素晴らしい車体であると。ただですね、例えば直すやつ、マフラーがもうダメやなと、穴が開いてて、こう柳瀬さんは埋めるっていう作業できないんですよ。マフラーの傷だとかへこみ、穴っていったものね。で、経年劣化で錆が出てて、そこからもう排気漏れをしてますと。で、新品に、純正新品に交換するっていう作業が追加されたりとかですね。はい、まあ幸いね、水とオイルが漏れてないのが強みなんですけども、その周りのパーツ類、やっぱ30何年間の経年劣化で多分樹脂パーツでカバーがついたりしますよね。そういうのが割れかけがあるので、それも変えてしまおうとかね、ロアアームの問題とか、あとブッシュ周りね、ゴムですね、簡単に。そういったところはもうへたってるので、ついでに一気に行きましょうということですね。まあ、結構な予算がかかることになってしまいました。まあ、しかしながら、まあ、これを中古車センターでカットしますね、中古車屋さんで。で、徹底整備できるいいお店さんを見つけたら、ここと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 ここ、全部買いましたよ、だからこの値段なんですよ、160万円ですとか150万円です。これは素晴らしいお店なわけですよ。一方で、まあ、そこそこの値段出てるけど、現状販売ですってくると、私みたいに、この後ものすごいお金をかけてですね、直さなあかん。僕だってお金持ちじゃないですか。湯水のようにお金が使えるわけないんですよ。まあ、今回ね、名車再生なので、ここができてるだけであって、自分の毎回の時そこまで、じゃあこれとこれだけお願いします、あと結構ですと、また後日にしますなんてこともあるわけですよね。まあ、そういったことも一緒にこの YouTube を通じて、一緒にね、共感して考えていただいて、やっぱり、その車のお店を選ぶメカニックさんが言ってくれたことを信じれるところで、かつですね、まあいろんな YouTube 見てもらったら分かると思うんですけど、その DIY っていうのを否定する必要ないんですよね。だからできること、自分で部品を買ってくるなり輸入するなりして、自分で取り付けるものを取り付け、これで工賃を浮かせるわけですよ。で、向こうも手間にならないんでね。で、できないことはやっぱりやっていただくという、頭を下げてお願いしますと。ここが大事なんですね。その積み分けをしてですね、うまくこの85万円内で予算でね、車を完成までなんとか行きたいと思うんですけど、行けなかったら誰かにカンパでもお願いしようかなというわけで、実はマフラーを純正マフラーの交換であったりとかですね、はい、私がお願いした19項目は全て、見ていただいてですね、で、その中で内装部のパーツ類はちょっと予算の関係上ね、ザーマンさんが自分で輸入した方がいいという話にもなったりとか、まあ、いろいろ出てきました。次回ね、お送りするときはその見積書を条件にちゃんとここ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 と全部直しましたよみたいな報告と、あと直せなかったこと、もしくは直さなかったことですね。純正の新品に例えばバンパーを交換するとか、30万ぐらいなんだけどあったんですよ、本国に。すごないですか。190のバンパー新品あったんですよ、ドイツにありましたけど、これを輸入して、塗装してですね、脱着全部お願いすると30万なんですよ、それだけでダメでしょ、やっぱりね、やっぱ塗装だけしようかなとかね、そういったことですね。あとタッチペンありましたよ。2トンなんですね、190って。サッコプレートの部分か下の部分と上の部分でカラーが違うので、そちらの方もございました。そういったものをね、次のオーナーさんが困らないようにするためにも買ってありますので、よかったらね、次回お楽しみください。ちなみに車の完成は5月の下旬と伺っているので、今日がね4月の24なので、1ヶ月ほどの預かりとなりますがね、新しく美しくなった車をね、楽しみに次回の動画もぜひね見てください。それでは失礼します。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。セールスマンみたいですね。なんかいいかもしれないね、こうスーツで出るのもね、メルセデスに合ってるかも。以上です。